おや、テレサ主教は牧場での大冒険を目前にして心の準備をしているの？それとも僕に対して怒っている？夢追い人の協力が必要ならすぐに脳内電話をして彼女を呼び戻すこともできるよ。結構よ。手分けして調べた方が効率的だもの。それより私が気になってるのは別のことよ。ねえビタ、依頼を一つ引き受ければデータの海に自由に出入りできるって牧場管理者はそう言ってくれたのに、どうして全て引き受けるを勝手に選んだの？それはもちろん牧場管理者の好感度を増やすためだよ。ちなみに君に対する僕の好感度を増やすこともできるよ。何をバカなことを言ってるの？ゲームじゃないんだから好感度なんてあるわけないでしょ。もしあるとしたら、あなたに対する私の好感度は気にならないの？わあ、きっとすごく高いんだろうね。まあいいわ。使い走りは面倒だけど、依頼をクリアすること自体も調査の一つよね。それに、この世界の人と良好な関係を築くことも、今後の行動に役立つはずよ。僕はやっぱり、困難に屈する感情を克服したテレサ主教の方が好きだけどね。それじゃあ、この僕が君の知らない情報を教えてあげよう。どうして今回のループで、データの海が大火神に牧場と呼ばれているのかわかるかな？それはもちろん、データの海をさまよっている生き物が、攻撃性のない高級食材ばかりだからだよ。言い換えれば、今からテレサ主教は自ら喧嘩を仕掛けるハンターになる。なんだか怪しいわね。何でも食べるような人たちは本当に大丈夫なのかしら。それで、あなたは少しも手伝わないつもり？ほら、僕はこんなにか弱いのに、さすがに戦ってほしいなんて言わないよね。それに、ここにはもう、一人の熱心で勇敢なハンターがいるのに。あら？じゃあ何でもできて何でも知ってるビタのどこがか弱いのか説明してくれない？頭がクラクラするし、手は疲れてるし、足も硬い。それに、全身が痛くて。すべてはテレサ主教のために、情報を手に入れようと、データの海の監視システムに潜入したせいだよ。どう見てもあなたは目も耳もちゃんと機能してるし、手足もしっかりしてて、嫌な笑顔まで浮かべてるように見えるけど？ガイドは最高の自分を見せなきゃ。でも、テレサ主教は僕をあまり信用してないみたいだね。僕は責任を持って、データの海の監視システムを調べて、さらには知恵を絞ってこんないい方を考えた。そのせいで代価まで支払ったのに、例えば、力尽きた僕が回復するには時間が必要だから、もう今までのようには頻繁に話せなくなるっていう代価をね。とにかく、僕を信用した方がいい。目の前の状況を考えれば、僕を信用すること以外に、君に何ができるというの？同じシステムにいるんだし、助け合った方が効率的だよね。何年も前のことでずっと僕を疑うのは、いささか本末転倒だよ。まさに木を見て森を見ずってやつさ。リタの考えは、相変わらずつかみどころがないわね。でも、私は何があってもデータの海に行かないといけない。食材収集の依頼については、ついでにこなしましょう。安心して。僕を信用していいから。一日中悪いことばかりを考えてる人なんていないだろう。ついてきて。調査がどれほど簡単で、どれほど面白いかは、君も見れば理解できるって保証するよ。どうして私はブロックになってるの？ビータ、あなたの仕業でしょ？心配しないで。本当の君は四角くなっていない。僕はただ、君の普通の冒険に幻想フィルターをかけただけだよ。もう何を言えばいいかわからなくなったわ。それなら、僕が用意した超複雑で、超刺激的な大冒険を心ゆくまで満喫して。あの目立つゴールマークが見える？あそこが僕たちの目的地だよ。
さあ行こう、四角いテレサ。今から休んでも間に合うかしら。あの光る玉たちは多少は君の攻撃を強化できるけど、どうやらジャンプしないと取れない位置にあるみたいだね。それならジャンプして牧場の生き物たちを全員倒そう。結局戦闘じゃない。戦闘じゃなくて遊びだよ。いつもつまらない形で全てを表現していると生活もつまらなくなってしまうよ。あなたが真っ当なことを言うのは珍しいわね。ふふん。十字架の新しい使い方を試してみましょう。焦らないで。早く出てきなさい。帰っちゃうわよ。仕事が始まったわね。今から休んでも間に合うかしら。仕事が始まったわね。早く出てきなさい。出ないと帰っちゃうわよ。新しい依頼。悪いけどもう退勤したわ。セナディア、必ず任務をクリアする。簡単に言うと戦闘だよ。君にとっては楽勝だろ。我が勇敢で歴戦のハンター、偉大なる天命の大主教よ。かわいそうな生き物たちを思い切り叩いちゃって。生き物？僕の代わりだと思って怒りを発散するのもいい。でも君は本当にそんな無慈悲なことができるのかな。怪物がみんなあなただったら私はやる気満々よ。こう見えてもちゃんと警戒してるんだよ。
頑張った僕にどんなご褒美をくれる？テレサへの僕の好感度は急上昇しているよ。ぼーっとしないで。頭を下げます。頑張った僕にどんなご褒美をくれる？さあ一緒に戦おう相棒。お待たせセナ。十字架の新しい使い方を試してみましょう。焦らないで。早く帰るために手を貸して。天地三杯影それこれ。落ち着いて、みんなのために。隠れてあげはれ。もう殺そう。僕にどんなご褒美をくれる？戦場宣言、この一撃のみ。さあネタばかり投稿しなさい。さあ戦隊機よ。ふっ、交代の時間。よし完了。ぼーっとしない。今戦場を一掃する。知ってる？テレサへの僕の好感度は急上昇しているよ。よー、スノーバさん、急げ。頑張った僕にどんなご褒美をくれる？忘れて、星々の流れよ。で投げ払え。目標録音。おや、テレサは僕と喋るな動くなっていうにらめっこをしているのかなと思ったのに。そんな遊びはあなたにちょうどいいけど、私にとっては子供すぎるわ。じゃあスリリングなゲームにする？例えば君にリモコンを渡そうか。赤いボタンを押すと巨大ロボットが召喚されて牧場のものを一発で壊してくれるんだ。それなら私はその巨大ロボットを使って僕を殴るって言いたいのかな。それは禁止だよ。でもテレサ主教がそういう悪巧みをしてるなら、僕はリモコンを没収して些細な応援を送ることしかできなくなるんだ。手伝いたいならそう言えばいいのに。私はそういう恩知らずな人じゃないわ。でも僕の言葉をじっくりと咀嚼しながらネガティブな感情を隠す君のその姿、僕は好きだよ。この女と話すのは本当に疲れるわ。今から休んでも間に合うかしら。焦らないで。起きてからにしましょう。
今から休んでも間に合うかしら。十字架の新しい使い方を試してみましょう。仕事が始まったわね。おとなしく降参すればみんな早く帰れるわ。最速退勤記録を更新できるかしら。Thank you.